勝者の松下女流初段にお話を伺います。対局お疲れ様でした。ありがとうございました。本局の総括を一言まずお願いします。そうですね、序盤から自分から、まあ、先手でしたし動いていかないといけないような展開ではあったんですけど、どう具体的にはどう動くかとかは結構難しくて、ずっと神経を使いながら指していかなければならない展開にしてしまって、ずっと苦しいのかなと思っていたんですけど、最後食いつけたところは良くなったのかなと思っていました。中盤はですね、54分考えてこう1合格と出たところがあるんですけど、そのあたりの形勢判断というのはいかがだったでしょうか。そうですね、最初は8六角と出る手を考えていたんですけど、それには5六歩同歩4六角同歩8五銀とされて、なんか自玉が薄くて相手はまだ手つかずで、やっぱりそれはちょっと指しにくいのかなと思って、ずっと考えていても他の手もなんかあんまりパッとしなくて、ずっと苦しいと思ってそこはずっと考えていました。本譜2四歩、まあ、3七角という進行になって、でもその後7筋から戦いが始まったんですけど、このあたりはいかがだったでしょうか。そうですね、3七角引いて、まあ、右辺は、まあ、捨ててというかあんまり考えず左辺でも戦うしかないのかなという感じで考えてました。こう形勢が良くなったって思ったのはどのあたりでしょうか。そうですね、7三歩と私が打ったところがあるんですけど、それに対して、まあ、思ったより相手の対応が難しいのかなというふうに感じていて、でその後に7四歩という手が入って、そこで角のラインも効いてくるので、そこはその少し前よりは良くなっているのかなと思ってました。なるほど、わかりました、ありがとうございます。最後に、次戦の抱負を伺いたいと思います。次戦は、香川、女流四段対加藤桃子女流四段の勝者となりますが、いかがでしょうか。そうですね、まだどちらが来るか分かんないんですけど、どちらが来ても強敵なので、昨年ベスト8まで行ったんですけど、そこで負けてしまって悔しい思いをしたので、今季はどちらが来ても強敵なんですけど、しっかり準備して集中して臨みたいなと思ってます。なるほど、分かりました、ありがとうございます。お疲れ様でした。